トワコマイ西エリア、川沿い町にあるリフォーム済み中ここ建てを紹介していくよ。駐車は敷地内に約4台収容可能。ドアを開けると広々とした玄関が広がるよ。すぐ横には小窓がついてるトイレがあるよ。奥に進むとリビングダイニング13.5畳。 日当たりも良好。広々キッチン7畳。シャワー付き洗面台。その横には浴室があるよ。緑色がかわいいね。リビングの隣にある洋室を見ていこう。全室フローリングで収納スペースがたくさんあるね。 2階も見てみよう。階段を上がると小窓がついてる廊下が広がる。2階には6畳の洋室が2部屋あるよ。大きな窓がついてるから日当たりがいいね。ベランダにも出られるよ。